はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。フィリスのアトリエ不思議な旅の錬金術師、続きやっていきたいと思います。本日は前回作った飛躍をですね、持っていこうかなと思ってます。結構いろんなムービーがね、やっぱり入りますね。なので、まあ裏であんまこそこそやらずに撮ってこうかなと思いました。まあ時々こそこそね、いろいろ作るかもしれませんけど、ムービーが入った時点で、リセットじゃないですけどね、セーブしないでやり直しって形になっちゃうかな。で、行くのがここですね。バイスラーク、ここ行きたいと思います。なのでまず船の方だね。まあ移動ぐらいはしてもいいのかなという気もしなくもないですけどね。ちょっとピュアオイルだけ見てみようかな。もう売ってないかな。再入荷してないかもしれないですね。品薄になっていた商品。さすがや、さすがじゃないか。再入荷してるじゃないか。はちみつピュアオイル、ないじゃないか。嘘ばっかり。ぜひ、ま、嘘ばっかりだった。しょうがない移動です。少しお金儲けもしないといけないな。使う一方ですね。バイスラークか。なんか山の上みたいなとこでしたよね、確かね。で、前回見聞行ってから、大したことやってないから、おそらく何ももらえないよな。よし。船に乗ります。船に乗るのか？乗ります。よし、来た。からが分かりづらいんだよな。南でなく東の方へ抜けないといけないんだよね。だからどの辺？この辺？ここでいいのかな。まあ、ちょっと行ってみよう。焚き火めっけ。ちょっとゆっくりしていこうかな。よいしょっと。ドルボードに乗っていきましょう。これでいいのかな。違う、全然方向が違うところへ進んでる。今焚き火ここでしょ。でこっちだ。違う方向音痴じゃないか、これじゃ。こっち。ウェストブレインっていいんだっけ？違う。もう一個左だ。ここ？ちょっとじゃあここ。で、こう。ああ、やべやべやべ。ぐるっと一回りして、反対側に抜ける？違う。どっからだ。あの金色のやつかな。迷っちゃってますね、相変わらず。あ、なんか強いのってこいつか。あ、違う、あれは岩場だ。あ、分かった分かった分かった。ここだ。これ面白いね。こ
これでしょう。今度合ってるでしょ。オッケー、ここだ。迷ったわ。山道ではゆっくりとね。急いでも疲れちゃうだけだから。いや、すげえ急いでるけど。バイスラークようやく到着。で、まずは見聞院に行こうかな。で、見聞院のクエストがそこで発生すると思います。恋愛小説はあるかしら。いやね、恋愛小説読むのか。あ、来た来た来た。フィリスさん、ようこそ見聞院の本院へ。本当に来てくださったんですね。ここであなたにお会いできてとても嬉しいです。すみません、筆頭師匠、こちらはどこに保管すればいいでしょうか。今フィリスの声かと思ったら師匠の声だった。それでしたら第四書庫にお願いします。貴重なものですから丁寧に扱ってくださいね。今筆頭師匠って呼ばれてましたけど、もしかしてアンネさんってすごい偉い人だったり。偉いというわけではありませんが、一応この本院の責任者ではありますね。本院の責任者っつったらもう一番上みたいなもんじゃないですか。それってとんでもなく偉いじゃないですか。そんなに偉いのにお外に出たりしていいんですか。アネさん結構あちこちに出かけてますよね。いいんですよ。だって私はより多くの情報提供を呼びかけるために外に出ているのですから。そのおかげでフィリスさんにも会えましたしね。とはいえ筆頭司書なんですから、本来は本院にいていただかないと困るんですけどね。ふぐ。アンネさん筆頭司書なのに怒られてる。あれ、あ、クリアになったんですね。あれ、これ、これだけ？特に何もなかったぞ。あ、まあ情報提供したところで。ええ。石橋を直せる道具。石橋ってどこの石橋だろう。そんなのあったっけ。石橋直ったと思ったんだけど、これか。本棚を調べて回ろう。クラーデル平原のやつか。本棚を調べて回ろうってすごい大変じゃないですかこれ。ですか。まあなんか表示が出るんだろうな。一応話しかけてみるか。これでおしまい。一冊だけの本。終わったのか。よくわかんないけど話しかけてよかった。でも本棚を回るっていうのはまた別のクエだよね、きっと。うわー、なんか目が回りそう。
辺をちょっと先に回って、目が回りそう。あ、これか。アルハイル見てる。新しい道具思いついた。これを作るのか。これでおしまい。ん、私的には何のクエストなのかさっぱりわからないんですけど、忘れちゃったわ。とりあえずクリアしたってこと？そうだよね、クリアしてますよね。 OK、 じゃあここはこれで終わりなのか。情報提供はどこでするんだ。見聞院へようこそ。いかがなさいますか。では確認させていただきます。ありがとうございます。こちらが今回の報酬。あ、一応なんかあった。あ、アイテム収集率か。そっかそっか。別にマップだけじゃないんだもんね。またの。新しいアイテム作ったからその分もらえたんですね。俺が求める本は果たしてここにあるかな。さて、じゃあ例の2人を探しますか。ちょっと用心しないといけないみたいだしね。いた。探すまでもなく前と同じとこにいましたね。いや、じゃあちょっと行ってみます。12月1日雨。ええ、あ、というかこれ、あ、回数5回か。5個渡したのかと思った。これは後で作りたいとこですね。これでいいかな。おお、これは。君はどう思う。どう思うも何も、見ればわかるでしょ。火の打ち所のない出来よ。そうか、どうやら君はアトミナのお眼鏡にかなったようだ。ええ、あなたは素晴らしい錬金術師ね。これならきっと私たちの夢も。その夢ってのがなんかの悪巧みかもしれないってことかな。ところでフィリス、聞きたいことがあるんだけど、君将来の展望とかはあるのかい。君ほどの錬金術師なら何だってできると思うけど。ちょうど悩んでるところなんだ。自分が何をやりたいのか私よくわからなくて。あら、それはもったいない。私たちには好都合だけれど。なんだ、スカウトか。ああ、そうだね。君に一つ提案があるんだ。やりたいことがわからないって言うならさ、僕たちのことを手伝ってくれないかな。前にも言ったと思うけど、私たち優秀な錬金術師を探してるの。見せてもらった道具であなたの腕前は分かった。これなら十分私たちの助けになってくれるはず。だからさ、これからもちょこちょこ仕事をお願いしたいんだけど、いいかな。うん、そういうことならもちろん。いや、でも悪だくみに加担しちゃうかもしれないんじゃないのかな。ありがとう、助かるよ。それじゃ今回はこれで。またね、フィリス。いなくなった。ああ、いるか。とりあえずクリアだけど、また二人からなんかが来るんですね、じゃあ。ええ。ああ。終わった。さて、ここも終わったし、じゃあどうしようかな。居住の骨。
あ、紙の手は多分持ってんじゃないかな。扱いやすいフラムって持ってないよな。落ち着く香り、そんなのあったかな。とりあえずこの紙の手をまず行きますか。髪の手は誰だっけ、どっかこの辺の人じゃなかったっけ。よし、下から毒性がないやつあげるか。これでいいかな。おお、万年なんだ、無表、違うかな、読み方が分かりません。物々交換か。これでおしまい。で、この2人はどうしようかな。どっかで誰かと途中入れ替えようかな。やあフィリス、元気そうで何よりだ。おお、話するだけじゃ多分この2人のクエストは進まないもんね。さて、どんな本を読もうかしら。で、他のクエスト、これは持ってるかな。わ、落ち着く香り持ってるじゃん。これでいいかな。へえ。あ。なんか服もらえた、もしかして。花嫁のブラウス、え、それ普通に冒険の時着ても大丈夫なのかな。花嫁のブラウス、うわー、すげー増えたぞ。そういえば、あ、そういえば何も装備してない。救世と祝福の杖だって。コーリングってムーンコーリングか。なんだこれって、武器なの。武器なんだ。プラフタさんってどういう攻撃するんだろう。とりあえず服のところで、あった、花嫁のブラウス。ヒットポイント以外全部上がるじゃないか。ヒットポイント下がっちゃうのちょっと大きいな。あ、でも防御がすごい上がる。だったらこれでもいいか。クリアレイン、あ、なんか習得するって。リフレッシュ習得、これこの服着てる時だけかな。あ、なるほどね、だからいろいろ上がるんだ。これに着替えよう。じゃあ着ちゃいました。うん、これ微妙だな。 MP が思いっきり下がって防御力も下がって、これやめよう。持ってないか。プラフタさんにはとりあえずこれを着せときましょう。3,4,5,6,7、7人までいるんですね。で、変えられるのがこの4人か。
で、イルメリアとソフィーは必要かなと思ってるんで、残り3枠を選ぼうかなと思ってるんですけどね。レビーさんあたりをいろんな人とちょっと変えてみようかな。結構レビーさん強いんだよな。装備外したい。別れようかな。武器以外外すってできるのか。あ、ワイ。よし、じゃあ決めた。じゃあちょっと他の人を入れよう。あれ、この人しかいない。本はいいよ。宿、酒場、彼を入れようかどうしようか思ってんですけどね。ああ、すまない。考え事をしていたよ。カルドさん。一回入れたけど、まあもう一回入れようかなと思ってんだけど、どっちにしようかな。私。彼の名前なんだっけ。やあ、フィリス、元気そうで何。オスカーはなんか前のソフィーのアトリエで出てきた人物らしいので、ソフィーさんも来たし、さっきあの崖で会ったね2人組も前のゲームで出てきたっぽいから、オスカーちょっと仲間に入れてみますか。レビーさんの代わり、レビーさんはあり、全部外すわ。やあ、フィリス、元気。おお。やあ、フィリス。じゃあ仲間にしてみましょう。レビさん、ごめん、また借りるから。お別れしちゃう。あ、なんかそう言われて寂しいですね。レビさんのあの熱い思いはまたどっかで見ましょう。そうか、ならば仕方ないな。また声をかけてくれ。遠慮はいらん。遠慮はいらんと言ってくれた。やあ、フィリス。オッケー。オスカ仲間にしました。何か本を読もうかな。冒険探とか図鑑。ここはアトリエないんだっけ。あれ、焚き火、あ、焚き火あるんじゃないですか。よいしょ。早速ムービー。フィリスちゃん、私決めたことがあるの。え、もしかして抜けんのかな。一人で旅行っちゃう。急な話で悪いんだけど。あ、いや、まちだ。私たちここでお別れしましょう。え、装備取りたかった、そこかいって感じだけど。私のやりたいことのためなの。私には探したいところがある、行ってみたい場所がある。でもこれは私のわがままだから、フィリスちゃんを巻き込むわけにはいかないわ。フィリスちゃんも十分旅に慣れたと思うし、私がいなくてももう大丈夫よね。やだよ、リアネーとお別れするなんて絶対やだ。まあでももう二度と会えないってわけじゃないもんね。私、リア姉がいないとできないことまだまだいっぱいあると思うし、それに前にも言ったけど、リア姉の探したい場所なら一緒に探せばいいでしょ。
ほら、私たち姉妹なんだからさ、遠慮なんてしないでよ、ね。ダメよ。だって、あなたには関係ないことだもの。うわぁ、なんかすごい固い決意って感じですね。いつになく冷たい。関係ないって、どうしてそんな風に言うの？ちょっとこの先行く前に、前回ちょろっと話したんですけど、リアーネイについてね、思ってることがありまして、多分ね、一番最初かなんかの動画で言ったような気もするんだけど、フィリスとリアーネイがね、兄弟に見えなかったんですよ。最初に見た時ね。で、あれ兄弟なんだと思ったことがあったんですね。で、リアーネイだけは外へ出ていくことが許されて、フィリスは許されなかったっていう。で、フィリスのお父さんお母さんの実の子はフィリスだけど、リアーネイは実の子じゃないんじゃないかなっていうのをちょっと思ってまして、で、その自分の故郷、生まれ育った場所をリアーネは探しに行くんじゃないかなっていうのをね、ちょっと思ってるんですけどね。誰か来た。まあいいや。本当に関係ないからよ。私のやりたいことは私のやりたいこと。だからフィリスちゃんに迷惑はかけられないって言ってるの。どうしてわからないの？珍しくリアーネが怒ってる。リアネーにはいつもお世話になってるし、たまにはお手伝いくらいさせてくれてもいいでしょ。このフィリスの腕組みがフィリスも負けないっていう、それを示してますね。それすらもダメなの？ねえ、答えてよ。ダメよ、絶対にダメ。私の探したい場所はあなたと一緒じゃ絶対にダメなの。やっぱそうなんじゃないかな。で、フィリスにはまだ知られたくないんじゃない？リアネはフィリスと本当の兄弟じゃないっていうのを知ってるんじゃないかな。まあ、わかんないですよ。私の予想なのでね、思ってるだけなんで違うかもしれないんですけど、でもこの言葉尻からするとそうじゃないかな。もういいよ、リアネのバカ。もう知らないから。ただ、コメント各場気をつけてくださいね。ネタバレはなしで、ネタバレなしでお願いしますね。フィリスちゃん、新しいもの作ってみよう。今のがなかったかのようなリアネなんて知らないが発生しました。それはいいんだけど、あ、まだ、まあ、まだいる。装備外せる。ちょっと装備外させてくれ、リアネ。悪い。弓は持ってっていいから。じゃあちょっとリアネ。あ、入れない。何もやる気がしない。ベッドで寝るとリアネがもういなくなってんじゃない？これ。マジで？どのくらい休もうかな。少し。絶対そうでしょ。起きたらいないよ。終わり。リアネが泣いてんの？ねえ、どうして泣いてるの？あ、子供の頃の話もしかして。お母さんが。やっぱ兄弟じゃないんじゃない。そうすればもう一人ぼっちじゃないでしょ。よく寝た。なんか変な夢を見たような。そっか、フィリスは覚えてないだけなんだね。あ、まだいた。フィリスちゃん、ちょっとお話ししてもいい？リアネ。
ごめんね、フィリスちゃん。せっかく私のことを考えてくれたのに、ムキになっちゃって。私、別に喧嘩がしたかったわけじゃなかったの。本当に、ごめんね。ううん、私こそごめんなさい。私もひどいこと言っちゃったから。でも私、やっぱり嫌だよ。リア姉とお別れするなんて、絶対に。フィリスちゃん、分かったわ。私もフィリスちゃんとはお別れしたくない。だからお願い、私のやりたいこと一緒に叶えてくれる？あ、一緒に行くのかな。じゃあ、うん、もちろん絶対に見つけようね、リア姉の探してる場所。ええ、でもそのためには私が覚悟を決めなくちゃいけないみたい。ああ、やっぱりフィリスに知られるっていうのを覚悟するってこと？考えすぎ？フィリスちゃんにね、話しておかないといけないことがあるの。ああ。だから、一緒にエルトナの空を見に行ってもらえる？あそこが街で一番思い出深い場所だから。うん、わかった。ほう、とりあえずリアネは抜けないっぽいですね。エルトナまだ戻らないといけないのかよ。マジですか。エルトナですか。じゃあ、装備を元に戻しますか。あれ、どれ着てたっけ。とりあえずこれ着て、これより赤くなるのを探す。え、コンバットシャツだったっけ。なんか違うの着てたような気がするんだけどな。高速強化、どれにしようかな。弱体化、暗闇、天使の守護ってなんだ。状態異常の持続弾が少し短くなる。攻撃力と素早さ上げていこうかな、リアネは。で、この人には何を着せよう。あれ、これ着てたよね、リアネね。なんでこれ着れなくなっちゃったんだろう。あれ、おかしいな。これ着てたよね。違ったっけ。これ着てたのはレビーさんだった。どっちにしてもこれを着させるか。一応全部上がるもんね。え、とりあえず着て、他も全部下がるでしょう。まあ、こんな感じで。これ全然変わんないのか。命中率とか関係あるのかな。クリティカル上昇、この辺はなんか錬金だと関係なさそうだな。
しょうがない、余ったからつけとくけど、あんま意味はなさそうだな。うん、で隊列でどうしようかな、ここをドロッセルさんにして、でここをちょっとプラフタどんなのか見たいんでプラフタにしてみよう。これでやってみようかな。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。とりあえずリア姉は一緒に行くみたいですね。うん、で出発地点にじゃあ次回戻りますかね。まあ移動ぐらい裏でやってもいいかなと思うんだけど、またムービーになっちゃうとね困るんでね、まあしょうがないか撮影しようかなと思うんですけど、できれば移動ぐらいはねムービー出なかったら裏でやっておきたいっていう気もするんですけどね、まあしょうがないですね。ということでいろいろとなんか急激に進み始めたのが今回でしょうか。はい、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。